脇役伊藤健太郎です。草間の脇役神奈信俊です。はい、というわけで神奈さん、はい、いよいよ純情シリーズがアニメ化ということで、すごいね。すごいですね。まあ思い起こせば ねいつですか最初の時は。もうずいぶん前でしょ。ずいぶん前ですよね。それがアニメだよ。はい、今まで声だけでお届けして、まあそのね、はい、皆さんの脳内の中で繰り広げられるめくるめく、はい、その甘美な世界が、はい、なんと今度電波を通して皆さんのお茶の間にお届け、はいはい、すごいですね。公共の電波に乗ってお茶の間にお邪魔ですよ。お邪魔しちゃうんですよ。どうします。でもさ、はい、よく言うけどさ、はい、動く上条動くの脇って、はい、やっぱりこれは魅力なんだろうな。いやそうでしょうよ。だって俺も楽しみだもんね。どう動くんでしょうね。お前が言うとなんかやらしいな。いやいや、どんな動きでこう攻めてくれるのかなってね。ああそうだね。あ、はい、そういうところもどうなんだろうね。そうですね。難しいですよね。こう今までお互いの呼吸だけでそういうシーンをやってきましたが、そうだね、今度は絵に合わせてそういうシーンをやるということが出てくるってことですよね。俺たちに合わせてもらおうよ。声先にとって動きを後からつけてもらう。そんな、すいません偉そうに。ちょっと私、ね、はい、思い上がっておりました。まあ、あの我々それだけ、ね、この上条と野脇のカップルに思い入れがあるよね。ありますね。だってさ、健太郎とさ一緒にやってると本当になんか分かんだよね、お互いの。そうですね、呼吸がね。そう、あのよくね絡みのシーン撮ってね、あのかなさん疲れてきたんでそろそろ行きましょうよっていうアイコンタクトをね、こうね。あーそうだね。疲れるのかよ。こんなこと言っていいのかな。俺は疲れてないよ。あ本当ですか。俺はなんか呼吸を大事にしてる。あーなるほど、うん、呼吸を止めて1秒ごとにみたいな。じゃあ呼吸を止めたら苦しいだろう。すいません。まあでもあのぶっちゃけこのカップルがかなさんと絡んだ初ですよね。確かに。そうなんだ。実はね、それがねアニメになるということで。でもさ、割と最初にやった時からいい感じだったよね。まるで餅つきのようにこうあうんの呼吸でした。そうだ、餅つきやっちまったなみたいなね。そのネタわかるから。わかんないでいいよ別に。まあまだねこれ今撮ってるのは正月明けて早々なんですが。そうだね、はい、まあ順調始めのお仕事なんですが。順調始め、あ、順調始めっていう言葉いいね。いいですね。使おう。はい、使ってください。まあ、というわけで、うん、我々の、まあ、姫始めはアニメでということになりますね。そうだね、はい、うん、それはどうだろうか。その何て言うの、姫始めっていうのはそれどうなんだろう。どうですか、もう行き着くとこがもう見えなくなってきてますね。俺ね、はい、野脇の中の人っていうやつで、はい、コラムを書くことになってるんで。どこで、雑誌シエルさんだと思う。俺もなんかちょっとエッセイっぽい、おね、コラムっぽい、なんだか分かんないけど思いの丈を、ぶつけてみようかなと。なるほど。じゃあいろんな形でこう我々の順調に対するいろんな筆舌に尽くしがたい思いも書いちゃおうかなとか思い。わかりました。じゃあまあ神奈さんがコラム書いてる間我々はウェブラジオの方頑張りますんで。頑張ってください。たまに呼んでくださいよ。あ、ぜひぜひ遊び来てくださいね。はい、というわけで皆さんお楽しみに。よろしく。